音楽は聞かれますか？結構あまり聞かないですよね。そうですよね。何を聞かれてるんだろう。演歌ですか？そんなことはない。洋楽。おしゃれですね。私たちもかといってクラシックを毎日ね、iTunes とかで聴いてるかと言われたらちょっとハテナな感じだけど、でもクラシックもたくさんいい曲ありますから、続けて発信していきたいなと思います。私たちのステージ次の曲で最後になります。最後の曲はですね、またオリジナル曲になりますが、それでもという曲をお届けいたします。まあ、もう見ての通り私たち歌は歌わないので楽器でこう思いを伝えていく2人組なんですけど、簡単にこの曲のちょっと説明をしたいなと思います。もちろんここにいらっしゃる皆さんも私たちも日々生きていて、こうなかなかこう自分の思い通りにならないことだったりとか、うまくいかないなって思うことたくさんあると思うんですけど、でもそんな時でもきっと見てくれている人は見てくれているし、聞いてくれている人は聞いてくれているという、そういう強い気持ちがあればいい方向に進んでいけるんじゃないかなって日々思って活動しています。そんな思いがこもった曲です。今日の皆様の出会いに感謝の気持ちを込めて演奏したいと思います。最後までお聴きくださりありがとうございました。バロテでした。
ありがとうございました、本当にこのような素敵な場所で演奏できたことは本当に光栄に思います。最後になります。最後になります。ごめんなさい、変な感じになっちゃった。バロテでした。ありがとうございました。はい、バロテさん、今日はどうもありがとうございました。今回で初めてでございますが、バイオリンのですね、長良マキオンさんですね。マキオンですか。はい、愛子さんと、はい、ちょっとね、チラリで読んでみて、みどりさんに一緒でしたけど、ゆかりさんですね。はい、ということで、本当に今日はどうもありがとうございました。で、まあ実はですね、今日音楽を改めて、先ほどのですね、カホさんと、バルトさんをですね、プロデュースいただいた、実はディストルエンターテインメントじゃない、ミュージックエンターテインメントですね、エンターテインメントということで、それが今回全部今回 CSR 活動という形でプロデュースしていただきましたので、せっかくですからちょっとマキロンさんに振っちゃうとご挨拶ね、ちょっと苦手だと音楽しかできないということですから、はい、挨拶もじゃあ社長の方で、はい、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。横浜で音楽事務所を経営いたしております株式会社ディストルミュージックエンターテインメントの代表取締役の浅見直樹と申します。本当にですね、今日はこのような素敵な機会を、カホとバロテにいただきまして誠にありがとうございました。我々もですね、非常にユネスコさん、それからですね、中国のアイデンティティだったりとかですね、そういうような考え方に非常に感銘を受けまして、ぜひ出させてくれと有吉社長の方に懇願させていただきまして、今日このような機会をいただくことができました。ありがとうございます。我々もですね、横浜の地域経済と今絡みながらですね、行政だったり商店街だったりとか絡みながら音楽を手段にっていうのをモットーにですね、活動いたしております。なかなかですね、音楽が目的になってしまうミュージシャンというのは非常に多くてですね、うちの子たちは音楽を手段に使って実際に地域を盛り上げたり、それこそカホちゃんのようにテーマソングを書いたりといろいろな活動をしております。で今横浜の地域もですね、伝統の継承と、再開発と、いろいろ皆さんね、しめぎ合う中で活動しているんですけれども、この中国とそうユネスコですね、さんのこの新しい、なんていうんですか、アイデンティティの創出っていうのはですね、きっとこの伝統の継承と新しいものの開発っていうののバランスをうまく取ってやっていかれるんじゃないかなというのを今日見ていて改めて思いました。ですのでですね、私どもは横浜で活動していますので、なかなか中国の皆様と関わる機会というのは多くはないかもしれないんですけれども、同じ境遇だと思っておりますので、共に切磋琢磨していけたらいいなと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。